越谷の皆さん、こんにちは。私たちは路房電動ネットワークといいます。また私は電動車の神野直樹です。またその素敵な仲間たちとイエス・キリストの愛を越谷の駅にお伝えできました。雨季の末期ですが、今日も湿度 89% だそうです。暑いですよね、蒸してますよね。でもこの湿気が日本の豊かさ、この風土やまた実りをもたらしている。恵みの雨とこの湿気は案外悪くない。そして2020年からコロナウイルスのパンデミックがスタートしましたけれど、私たちはマスクの生活にもう慣れ、これのおかげでですね、風邪ひかない、インフルエンザにならない、私たちの人生においてはマイナスのことばかりを見ることもできる。でもプラスのことを見ることも良いのではないかと思います。イエス・キリストは信仰の町々を叱責しました。このカペナウムの町で行われたことがもしソドムで行われたなら、とっくにその滅ぼされたソドムの町は悔い改めただろう。しかしイエス・キリストは責めるとともに神に賛美しました。つまりマイナスを見ながらも私たちは神を讃え、なぜならば救われる人がいたからです。この町には私の民が多くいる。今日イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに出会う人がたくさんいるので、私たちは喜んでいます。全てに感謝しよう。まず歌います。
Yes, it was, hallelujah, in the name.
イエス・キリストをあなたを愛してます。皆を抱えてあなたを抱えます。救いのためにあなたは来られた。こんにちは。
有名なアメージンググレースという歌を歌いました。この歌は日本語に直すとびっくり仰天するような愛、驚くばかりの恵みなりきという歌です。まあ、もう今や亡き本田美奈子さんもこの歌を、カバーして、CD を出されましたけれど、もともとはですね、アメリカ民謡に、ジョン・ニュートンという、一人の牧師が曲をつけた、詩をつけた。ジョン・ニュートンは悪い男でした。まあ、今や差別問題というのはこの世界においてもう光が当てられておりますけれど、かつてのアメリカにおいて、またアフリカで黒人の方々が人身売買されてアメリカに連れてこられるという、そういう中で奴隷船の船長をしていたジョン・ニュートンという人が作った歌、それがアメージング・グレースです。かつて彼は悪いことを悪いことと感じない、いやその良心を無視して心痛めながらも人身売買をしていた。しかし彼は嵐に巻き込まれて神と約束するんですね。もし私をこの嵐から助けてくれるなら、神をあなたに立ち返ります。神はジョン・ニュートンを助け、そしてこの男性は牧師となって、そして2つのびっくりをこの歌にしました。それがアメージング・グレースです。1つ目は、私はびっくり仰天するほど罪深かった、そして今も罪深い。しかし2つ目、その私に対する神の恵みは驚くほど大きい。皆さんどうぞ、そんなニュートンのあった愛にあなたも出会ってもらいたい。漫画聖書をお配りしています。今ぞ主の恵みの日は今ぞ、救いの時の過ぎゆかぬ間に、来たり救いを、来たり救いを受けよう。聖書を語ります。見よ、今は恵みの時。星ヶ谷の皆さん、今日は救いの日です。皆さん、もちろん今度でもいいです。でも今日が恵みの時だ。そのうちじゃない、何か良い人になったらじゃない、あなたがもしイエス・キリストを信じるなら、その場でキリストはあなたに救いを与えてくれます。フリーできない、フリー、解き放たれた罪の影から、一曲だけに振り当てられ、フリー、フリー、打ち砕かれたサタンの頭、跡形もなく、跡形もなく、土砂降りの雨、土砂降りの雨が上がるように、透き通る汚れた、透き通る汚れた心が十字架の勝利の印は遠く海にかかる虹、フリーフリー、胸が晴れた罪の
ご視聴の皆さん、こんにちは。お勤めお疲れ様です。私たちはロボ伝道ネットワークといいます。キリスト教聖書の神イエス・キリストを伝えています。世界の23億の人たちがこのキリストを通して救われました。日本ではマイノリティかもしれない。でも鎖国を長いことしてきた日本、そして500年前から日本はキリスト教禁令、バテレン追放令、江戸幕府が、そして豊臣秀吉が出して、なんと京都から26人のキリスト教徒を連れてって長崎に、長崎の26聖人、有名ですけれど、日本はかつてキリスト教を迫害してきたのです。しかし150年前、キリスト教は解禁となり、今や自由です。世界の23億の人たちがキリストを信じて救われたように、日本の皆さん信じていいんです。しかし長いことこの日本で行われたキリスト教禁令、バテレン追放令、このキリスト教は邪宗門と呼ばれてきました。人々の潜在意識、心の中にキリスト教に対する禁じられた思いがまだ残っている。いいんです。身を今は恵みの時。越谷の皆さん、今日イエスキリストはここにいます。そして今が恵みの時です。信じれば救われます。越谷
それだ。越谷の皆さんにお伝えします。見よ、今は恵みの時、今でしょ。いつ信じるのか、今日信じることができます。長いこと鎖国してきた日本人の体質、島国根性というか、その良きものを守る保守的なところは素晴らしい。でも受け入れなければいけないものがあったとしたら、まだ日本ではコロナのワクチンができていない。でもファイザーやモデルナがジョンソン&ジョンソンなどがワクチンを作るならば、それを受け入れるように、救世主でイエス・キリスト、心閉ざさないで受け入れてください。越谷の駅の前、イエスはここにおられる。越谷のあなたに声をかけられる。越谷冠を冠る
書は語ります。人にはできないことも神にはできる。神には何でもできないことはないからね。私たちの人生、自分でできることは自助、公助、共助と言われますように、自分でできることはやったらいい。しかしできないことだらけだ。しかし私たちの命を保つために、空気が必要、太陽が必要、食べ物が必要、これら全ては神がタダで与えてくださってるんですよね。皆さん、空気タダですよね。太陽もそうです。魚も動物もタダです。まあ、もちろんその人が鳥漁、そして運搬漁、加工漁、まあ、そういったものが入ってますけれども、基本的に食べ物タダです。そして大切なものほどタダなんですよね。私たちはこの神によって生かされているんです。もし神様がタダでそういったものを与えてくれなかったとしたら、空気1分1000円とか言ったらもう破産しちゃいますよね。まあ、しかし富士山に登ったことがありますけど、富士山登るのにですね、あの酸素をボンベに入れてそれを持っていくんですよね。高山病にならないように、高山病にならない、疲れた疲れたって時にね、シューシューってやってですね、まあ、そうやって、富士山に登っていくように、まあ、皆さん、私たちはそういったことはない。神は目に見えないけどおられて、あなたはこの神の大きな手の中で転がされてるんですよ。生かされてるんです。皆さん、どうぞ神を信じないなんていう傲慢な態度を改めて、生かされてる、愛してくださってる神を信じませんか。イエス・キリストは今日あなたを招いています。私のもとへ来なさい。すべて疲れた、すべて疲れた人、重荷を、私のところに、私のところに来て、安きを得なさい。そうしはあなたに声をかけ、両手を広げ、あなたを待つ。イエス・キリストは目に見えませんけれど、両手を広げてあなたを待っています。疲れた人、私のところへ来なさい。重荷を負っている人、私のもとへ来なさい。イエス様はあなたの救い主、あなたの罪を許してくだされ、救い主、あなたに自由を与えてくださる。イエス・キリスト、十字架の上であなたの罪背負われた身代わりに、イエス・キリスト、イエス・キリスト。
スキリストはあなたの身代わりで死なれました。父よ、彼らを許してください。何をしているかわからないでいるのです。キリストはあなたのために祈っておられます。信じるだけで救われます。私たちはロボ伝道ネットワークといいます。私は伝道者の菅野直樹です。また
一緒に素敵な仲間たちが今日は歌とバイオリンとギターとまた漫画聖書をお配りしながら皆さんにキリストを伝えています。神はあなたを愛しています。2020年からコロナウイルスのパンデミックが始まり1年半街の景色が一変してしまうほどソーシャルディスタンス、また顔にはマスク、まあこれも慣れてしまいました。世界はたったこれだけの目に見えないウイルスの脅威だけで世界が変わってしまう。聖書はこう語ります。世界は終わりの時代に向かって進んでいる。聖書こう語るんですね。患難時代という人々が苦しみ、また命を落とし、神なしには生きていけないような、そのような苦しみの世界が来ようとしている。しかし今は恵みの時です。この時に神に立ち返りませんか。神はあなたを愛しています。本日約2時間の予定でこの活動をしておりますが、どうぞまた戻ってきて私たちに声をかけてください。また聖書もお配りしております。イエス・キリストの愛を皆さんにお届けしたい、私たちはそのような気持ちで、もしあなたがキリストを信じたい、人生生まれ変わりたいと願うなら、私たちは喜んで皆さんにお手伝いします。道であり真理でありイエス・キリストを私たちはお伝えしています。神はあなたを愛しています。若かりし主よ、見させたまえ、偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる救いの御業、全地を覆い喜びの歌響かせ、その正義は平和を呼ぶ、シオンの上にとどまる、本日の活動一旦休憩のため休止いたします、また後ほどお会いしたいと思います。また漫画聖書無料で皆さんにプレゼントしています。一冊よかったら持ってってください。どうも。